乾燥させたデーツバーレーンの行政区画地図2003年バーレーン料理はバーレーンで主に食されている料理である。バーレーンは周りをペルシア湾に囲まれている小さな島であり、国土が狭いため食料自給率は低く、食料の多くを外国から輸入している。食卓に上る主な食材としてはデーツ、バナナ、柑橘類、ザクロ、マンゴー、キュウリ、トマト等がある。 畜産に利用できる国土が限られているバーレーンでは数千頭のヤギや羊しか飼育されていないため、魚やエビを中心とした魚介類の料理が発達している。バーレーン料理に必須の食材は肉、魚、米、デーツなどである。伝統料理の一つに肉や魚を米と共に共する料理マチュブースがある。他に有名な料理としてはムハンマルがあり、 これはデイツもしくは砂糖を加えた甘い米料理である。バーレーン人は、ひよこ豆の生地を丸めて揚げたファラーフェルや、縦型の回転肉焼機器で焼いた洋肉や鶏肉を、そぎ切りにし、ホブズに包んで強する料理シャーワールマーなど他のアラブ料理も好んで食べる。伝統的な菓子としては、三分作や、その他の焼き菓子、揚げ菓子などがある。バーレーンの料理でもう一つ特筆すべき点は、 ペルシア湾で採れた新鮮な魚料理が多く出される点である。最も人気の高い魚はハームールであり、焼く、揚げる、吹かすなどの調理をして食することが多い。他に人気のある魚介類としては、サーフィー、チャナード、ソベーティーなどがある。多くの場合、魚は米と共に食する。空水は小羊に米、ゆで卵、玉ねぎ、香辛料などを詰めて焼いた料理である。 伝統的なタイラパンは、ホブズと呼ばれ、特製のオーブンで焼く大型のタイラパンである。ホブズを焼く数多くのパン屋が国中に点在している。ホブズは、マヒアーワという、アンチョビと香辛料から作られる魚醤と共に供される、ことが多い。バーレーンで、ガフアと呼ばれるコーヒーは、伝統的にもてなしの一部として客人に出される。バーレーンのコーヒーは通常、ダッラと呼ばれる。 コーヒーポットに注がれた後、フィンジャーンと呼ばれるコーヒー専用の小さなカップに入れて供される。バーレーンの伝統料理において、最も人気の高いデザートは、ムハラクの老舗ショーエイテルの作るハラーワショーエイテルである。コーンスターチとサフラン、様々なナッツ類を使用して作られる。ゼリーのような春場で、ペルシャ湾岸の他の国では、ハラーはバハレーニーと呼ばれる。伝統的に、タバコに、 甘みや香りをつけたシーシャは多くのバーレーエンジンが愛用している。シーシャは多くのオープンカフェで供されており、地元の人々がシーシャを楽しみながらくつろぎ、談笑している光景がよく見られる。現代では国外からの移住者も喫茶店でシーシャを楽しむ光景がよく見られる。ありがとうございます。